ゾンビランドダブルタップは2019年のアメリカ映画2009年に公開されたゾンビランドの続編前作ゾンビランドから10年後の世界を描き前作に引き続きムディ・ハレルソン、ジェシー・アイゼンバーグ、アビゲイル・ブレスリン、エマ・ストーンが出演する副題のダブルタップは前作で登場した32のルールの中の二度を打ちして止めをさせから来ている パシフィックプレイランドでのゾンビとの対決から10年後、ゾンビはさらに進化していた。コロンバス、タラハシー、ウィチタ、リトルロックは73まで増えたルールで、ゾンビ社会を生き抜き、新たな生存者やファミリーになる困難と立ち向かいながら、アメリカの中心地を目指す。カッコ内は日本語吹き替え2018年7月に、続編の制作とキャスト、監督の続投が発表され、 撮影は2019年1月14日から3月15日までジョージア州アトランタで行われた。2019年1月30日には現代がゾンビーランドダブルタップに決定したこととともにポスタービジュアルが公式ツイッターで公表され、2019年7月25日には海外版予告編が YouTube で公開された。 2019年8月20日には日本での公開日の決定の発表とともに日本版ポスターと予告編が公開され2019年10月8日には新たな予告編が公開されビルマーレーの出演が明らかになった2019年10月23日にはキャストインタビューやメイキングを収めた特別映像が YouTube で公開され2019年10月25日には 日本語吹き替え版の声優が発表された。なお、日本語吹き替え版のキャストは、前作から一新されている。2019年10月31日には、日本のテレビアニメ、ゾンビランドサガとのコラボが発表され、11月18日に、コラボ映像とコラボポスターが公開されるとともに、アニメ内に登場するアイドルグループフランシュシュのメンバー二名が、本作の日本語吹き替え版に、 ゾンビ役で参加することが明らかになった。全米での公開初日からの3日間の工業収入は2、680万3、104ドルで初登場3位となった。日本では工業収入は不明だが、工業通信社による2019年11月23日と11月24日の観客動員数ランキングでは初登場9位となった。 本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマトズには224件のレビューがあり、批評家支持率は68%、平均点は10点満点で6.17点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ゾンビランドダブルタップは、かつての精神を取り戻し、いくつかの楽しいひねりを加える、楽しい再会で、 新鮮な脳の不足を補っているとなっている。また、メトクリティックでは37件のレビューがあり、批評化支持率は56%だった。ありがとうございます。